2250万円を寄付したのは、市内に住む不動産開発の会社を経営する上古幸人さんです。やっぱ未来に向けて復興ということで、北九州一番の市場ですから、早くもう今悲しんでる場合じゃないんですよね。やっぱ明るい未来に復興してほしいなと。受け取った商店街や大型店で構成される小倉中央商業連合会は、心から感謝していると述べました。先月19日に発生した火災では、旦過市場一帯の42軒が焼けました。今回寄付された2250万円は、手つかずとなっている瓦礫の撤去費用などに充てられる予定です。